こんにちは、ふみです。本日は昨日ですね、いきなりチェーンソーマンコラボが発表されたんですが、一部ねキャラの性能が、ツイッターの方でね発表されておりましたので、こちらを見ていこうと思います。まずチェーンソーマンコラボ、来週11月27日の月曜日から12月11日月曜日の10時までとなっておりますので、まあ、一応ね、まあ石をね、マーベルで使い切っちゃったよっていう人も12月をねまたぐので、まあ、一応ね引けないことはないかなと思いますが、まあ、ちょっとね性能によるので見ていきましょう。ログインスタンプもあるということで、まあ、一応ガチャが3つかなもらえるのはありがたいですね。はい、じゃあ見ていきます。動画で紹介されていないキャラクターの図鑑画像を、一部ご紹介ということで、まずは天使の悪魔が登場します。はい、ちなみに私はですね、チェンソーマンは、何数巻読んでやめましたので、ちょっとあんまり原作の知識はないんですが、はい、まず星7ですね、バインドスキブ4つ封印、浮遊超コンボ3つ、ボイスに超覚醒で、光のたこ焼きプラスを、ちょっとこれはキャプテンマーベルの匂いがするぞ。はい、で属性光ですね、 HP 高め、スキルですね、よく僕に近づけるね。あ、女の子じゃないの？はい、わかんないけど敵の残り HP が 5% 減少、1ターンの間盤面を76マスにする、5ターンの間高速ルーレットを1個生成。あ、出た、ルーレットループ出た。うわ、だから言ったんすよ、プロフェッサー X はもうちょっと待った方がいいって。これ完全にこっちの方がいいもんね、正直。76マスにできて、まあ、76マスにして高速ルーレットを作ったら、まっすぐ戻った時にルーレットが消える可能性ありそうだけど、これどうなんだろうね。まあ交換できたりするのであれば、プロフェッサー X の交換はしなくていい、良くなったな。はい、でリーダースキル、光の2コンボ以上でダメージを軽減、激減だ、4コンボ加算、光の3コンボ以上で攻撃力が33倍、光属性の回復力が4倍。なるほど、これリーダースキルもいけるんじゃないの。まあこのキャラは光の3コンボだけど、まあ、ルーレットあればなんとかなるし、回復力4倍がめちゃくちゃいいですね。超高度とかでもいけそうな、はい、リーダースキルだし、キャプテンマーベルと合わせたいですね、これは。はい、そして武器、悪魔タイプ追加、回復強化、チーム HP2 つと無効貫通です。はい、スキル、まあ戦うよりはいいけど、4単位角 30% グラビティ、あ、これはちょっと周回で使う、臭いな、これは。まあ覚醒的にはそんなに、まあ HP 漏れるけどって感じだけど、ちょスキルが強いですね、これは。ちょっと周回で使うっぽいですね。続きまして、サメの魔人いきましょう。サメの魔人、はい、星7か、星7、さっきと一緒ですね。バインドスキブが4つ、お、水列掛けさんのやつが2つあって、つなげ岸2つ、枝豆、ボイス、聴覚性でスキブが見えております。属性は水闇ですね。スキル、キャキャキャ食い放題、はい、ターン5ターンです。盤面に水が12個以上あると使用可能、2ターンの間ダメージ吸収と毒性吸収無効化、水属性の攻撃力が5倍。まあ、他につなげ岸のキャラがいるのが前提ではありますけど、まあ、2ターン継続の、ダブル吸収無効とエンハンスがあるっていうことですね。まあ使えなくはないかな、普通に。リーダースキルも同じく、つなげ岸前提かな、はい、9個以上で激減28倍、固定500万の、水属性 HP が 1.1 倍。なるほど。はい、次武器いきましょう。ビームのズボン、悪魔タイプ追加、チーム HP 強化2つ、お、強い、水木、光、闇の泥強プラスが1つずつですね。あ、これ強くね、ゾンビ、99ターンの間水と闇が落ちやすくなる。うわー、これは黒飛び、2ターンヘイスト、うわー、これはちょっと黒飛びの武器で使われるやつですね。次、岸辺さんかな、ちょっと読み方間違ってたらごめんなさい。バランスタイプ、バインドスキーブ2つ、封印指が1秒、超コンボ4つ、ボイスと、聴覚性で超コンボが見えておりまして、属性が木火ですね。あ、木属性
出るんだね。はい、スキル壊れないおもちゃが欲しかったんだ。3ターンです。1ターンの間回復力と全員の攻撃力が 1.5倍、3ターンの間操作時間が2倍、盤面のロックを解除。なるほど、操作時間ループですね。プラスで回復力エンハ、で個別でワフに対応したエンハンスとロック解除がありますと。まあ別に悪くないけどね、弱いって感じではないけど、まあ貴族性ね、まあ多色もねそんなに別に強くないしな、まあ、使いどころは難しそうだね今の環境ではね。はい、でリーダースキル5色でダメージ半減、攻撃力30倍、4コンボか3バランスタイプの、HP と回復力が 2.3 倍。バランスタイプ縛りはむずいって、難しいよそれは。はい、次武器、7強1つとチーム HP 強化2つとガードブレイですね。まあ武器は普通に、まあ多色かな、使うなら多色かなと思いますが、はい、スキルも3ターンヘイストだし、まあ多色であれば全然使える武器かなと思います。はい、そして今日最後コラボダンジョンでゲットすることができるもみあげマン、これあれですね、ガチャキャラじゃないってことですね。まあ、見ていきましょう。星6バインドスキブ3つ封印とボイスです。変身キャラなんだ。おお。で、28ターン変身で変身時3ターン威嚇ですね。はい、変身後見ていきましょう。バインド封印、指が1秒分、闇列3つ、無効貫プラスが3つに無効貫通にボイス。めちゃくちゃ無効貫、闇の無効貫ちょっと前に流行りましたけどね。はい、スキル、もう1回殺してやるよ、3ターンですね。1ターンの間上限値50億ロックを解除し闇を9個生成。もう本当に無効貫特化だ、サムライソードで闇なんで、もう完全に闇パー。なんだっけ、ブラックバードガンビットとかでも使えるか、無効貫パじゃなくても無効貫通役としては全然いけるのかな。リーダースキル闇を9個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が15倍、固定500万ダメージ、悪魔タイプの全パラ 2.3 倍。まあリーダーとしてはどうなんですかね。まあ、サブとしてはさっき言ったように、まあブラックバードとガンビットの無効貫役としては全然ありなんですかね。まあでもちょっとな、上限50億になるだけであとは生成だけだから、ちょっと渋いっちゃ渋いんですかね。まあガチャキャラじゃないなっていう感じの性能ではあるかな。はい、そしたら武器ですね、こちら無効貫と攻撃強化が、5つ。ほう、尖っている。まあ、無課金武器って感じがするね。はい、スキル。お前も好きだっただろ。おー、何が？ターン8。ロックを解除し、3×3 の正方形を、1つ生成。闇ですね。2ターンの間ダメージ吸収を無効化。まあ、でもこれは普通に、正方形先生だったらランダンだったり周回だったりに使えるんじゃないかな。どっちかというと結局武器で使うことになりそうな感じはしますね。はい、ということで以上ですね、今日発表されたチェンソーマンコラボのキャラでした。まあ、ちょっとゴッドフェスにね入ってるというところで渋そうだなという気持ちはありますけど、まあ、今日見たキャラはそんな悪そうではない。まあ、特にこの天使の悪魔はね、今の環境じゃかなり強そうかなと思いました。おそらく明日もね、コラボ情報があると思うのでまた動画撮りたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。